よし。では、こちらね、初見さんいらっしゃい。みんな、明るい。みんな大丈夫か？トイレ行ったか？これ1.8だよね。1.8。トイレ行ったか？ 6 時間かな。でもこれ2時間ぐらいで終わるって言ってたけどね、作者さんは。怖くなさそう、そんな。明るい。あ、すげえ、バリアブロックある。ダッシュで行ってくる？あ、じゃあこれ読んでるから行ってきていいよ。で、みんなね、みんなあれですよ。ここの、これをね、最大限まで上げてください、ここ。100100ままでで。ね、うみるんな。さ。よし。うっさくっさ。はい、じゃあ見ましょうかね。プロローグ。BGM いる？最初だけつけとくか。館入ったら消すか。久しぶりに帰ってきた。両親が亡くなり、祖父母に預けられた私は、この家から十数年ほど来ることがなかった。両親は祖父母から嫌われ、縁は切られているそうだって。わ、私がここに来た理由は、祖父母も亡くなり、両親がどういう人だったか知るためである。幼い家にこの家を離れたため、ほとんど記憶も残っていない。自分の過去を知るためにもこの家を見て回ってみよう。ほほー。なるほどね。じゃあ、お母さんたちは、あ、亡くなりか。両親も祖父母も亡くなって、ああ、じゃあ久しぶりに実家帰ってくるか、みたいな感じか。なるほど。で、これね、これ。マインクラフト出してごらん。難易度ハード。アドベンチャーモード。使用量大きめ100、100、100。標準距離。まあ、これはさっきやってきました。ビデオ設定なんだけど、明るさ暗いがデフォルトっぽいんだけど、その動画や放送する場合は明るいって書いてあるから、まあ、館入ってから決めるね、明るさは。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よし。よし。行きましょう。録画してます。ビビってねえよ。なんかそんなになんか、あれ？あら、なんかそんな別に、怖くなさそう。そんな、TS もあります。そんなに怖くなさそう。こんな明るければ余裕じゃないですか。とりあえず見て回るか、館。あ、早速この風呂場のタイル使ってますな。これ1.8ですよ、皆さん。1.8。1.8。いや、隙間とかまだいいな、別に。1.8だからね。もう新要素バリバリあるから、見逃さないように。このチェストとかもまだいいかな。いいや、とりあえず見て回るか。よし。あ、てか広い。テレビだ。テレビ。作者さんおる？わかんない。おるかな？でかいね、この家。長年放置してた割には、蜘蛛の巣とかは張ってない。チェスト多いなぁ。これはまあ、後で見るとしよう。あ、こっち怖いのって。
あ、いた。作者さんいるわ。色つけとこう、今日だけ。作者さんおった。 みんなも作者さんっていうのやめてくれる？わあわあ、なんだこの家。家じゃねえ。なんだここ。何室？屋根裏？わあ、なるほど。屋根裏部屋。屋根裏部屋っぽいね。BGM いらないかな？消すか、BGM。いいや。これ、ホラーマップっぽいから。なるほど、ごめんごめん。お前の声でビビったは死ね。いや、待ってくださいよ。いや、そんなこと言われても。うわー、しかもこれ、盲目移動速度低下的なあれか。わわわわわ、あれ、このテクスチャ何あれ、もバニラだよね、テクスチャ。え？あれ？これ、テクスチャバニラなのになんでこんなんの？やべえ、こ、あい。いやいやいや、ちょっと、あ、強い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 。強い。あれ、待って、これなんかデスポーンしたらやばいとか書いてあったっけ？ちょ、待って、これ死んでもいいの？デスポーンすると、あ、え？死んでもいいのか。あ、アイテムもデスポーンか。俺は死んでもいいのか、別に。オッケーオッケーオッケー。いやー、オッケー。てかさっきの何？ってかさ、なんで？テクスチャ、なんかおかしくない？そんな、だって俺変えてないよ。テクスチャ、バニラだよ。あ、これ、はい。あ、テレビがザーザー言うてる。ワン。少女の霊？あ、火打ち石があるよ。物は壊しちゃいけないって書いてあった気がする。あ、1.8からワールドにテクスチャを入れられるようになったんだ。すげえ。わあ、すげえ。あと、このドア開かないんだよね、さっきから。いやー、これ待って、一回見る？とりあえず。とりあえず一回で見て回ろう。え、だってこれ少女の霊とか別になくね？あ、トイレ。あ、これか。ワイヤーか。これは多分隙間とかじゃないな、きっと。隙間とかでは。あ、これ一周したか。一周したな。一周したっぽい。え、見えない？ちょっと待って、放送画面見えてる？上げる？ちょっと。明るさ。じゃあ、上げるか。ちょっと上げるわ。これぐらい。どう？変わんない？あと、立ち見 B も湧いてる。変わんない？マジ？
なかなか暗いのか。あ、これ変わ、これ盲目で先が見えないから変わんなそう、あんまり。立ち B 先輩いらっしゃい。さあ、2階に来ましたよ。でもさ、なんかそ、なんかそんな、なんかドーンとかさ、は来ないでしょ。暗すぎるね。暗いね。あ、ペチャペチャ。あー、あ、死ぬ。危ね。あれ、小ゾンビか。なんか途方もなく歩いてるけど、大丈夫かな。雨が。ああ、取れた。右クリックで、あっそ、鬼。青鬼？はい。お兄ちゃん遊ぼうか。鍵の内容見よう。古びた寝室の鍵、多分、でもこれさ、見てるうちに死にそう。寝室は1階の東側だったような気がする。寝室は1階の東ってどっちが東だよ。東。ほら、火打ち石も取れるんだな。ああ これあいつら、はい、あ、やべえ、ちょっと待って。こいつら徘徊してるの？ずっと。ああ、いる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 。ここだっけ？これだ。ライター。使い古されたライター。オイルがほとんどない。この日は大切に使おう。パスなんかある？東西南北。うわ、ネタ潰すな お前、スクショ撮っちゃった、びっくりして F5 を押してたのに、あー、びっくりした。東って、あれじゃない？玄関から見て、右？あ、こういうのもある。これあれか、お風呂場か。うわーい！血だ。ここじゃない？違うか。違うね。適当にドアを全部これで叩いてみればいいか。ここかな？違う。あるわ。東ってどっち？ 東ってどっちだ？はい。ここがテレビでしょ？で、台所でしょ？いる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 、びっくりした。かわいい、引っかかってる。ざまあ見やがれ、お前。ふざけやがって。はまってやがるわ。ここかな。あれ、開かないぞ。開かない。
寝室は1階の東側だったような。あれねー、おかしいぞー。ここ玄関だもんな。中庭、中庭、最初にちゃんと調べないから。あ、開いた、ここだ。いやー怖ーい。でもこれ見えないってのは、で、あ、倉庫の鍵。あ、あい。かわいい。かわいい。ブヒー。声豚すげえ。8月14日。8月14日の午後中、誰かがいる。ここは私一人しかいない。しかし誰かがいる。足音がひたひたと聞こえる。うめき声が聞こえる。この声は懐かしさがある。けれど思い出したくない。なるほど。倉庫の鍵。倉庫の鍵。倉庫は1階の西側だったような。東西だね、こっちか。やっぱ玄関から見て、東西南北か。倉庫の鍵。違う。違う。影風呂は、まずいですよ。さっきからね、ワン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 言ってんだよな。あった。本。鍵がなんかね、多分これを拾えば、そういうなんか、あれらしい。握手用？いや、なんかこれさ、適当にどっか開けまくってさ、あ、ほら、違うか、これは。これは、あれ、あれか、定期的なやつか。ビビってないよ。まあ、言うたら、こんな、ホラーマップ、マインクラフトのホラーマップ、なんかやってると思ってんだよ。もうそろそろ慣れる頃、あー、ビビビ。あ、もうやばい。遊ぼうよ、お兄ちゃん。いいよ。おいで。さあ。消えた？あれ？ああ、父と母に縁を切られた。こんなことをやっていればいつかは見限られていた。それが今日だっただけだが、まだ儀式のことはバレていない。結果が出るその日までは。父と母に縁を、ああ、これあれじゃない、この日記はお父さんとお母さんのどっちかの日記っぽい。談話室、2階の東側。2階の東側。うわー、そう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 、そうそうです。階段どこだっけ。え、違うんだよ、この、え、この子ね、結構あれだよ。急に来ると怖いよ。いや、マジで。ほら。母国語じゃないです。急にドンって来ると怖い。東ってこっちだよね。談話室、談話室。
あった。ハリポタか？うわぁ、違う。応接室。鍵いっぱい。うわわわ、違う。こっちかな？探してるよ、俺のことを。